はい。ゆうのややさん、こんにちは。かぶさん、8月25日は、えー、パラスポーツの日だそうですよ。えー、まさに今ぴったりですね。うん。パラでも日本が活躍してほしいですね。えー、パラで一番人、競技人口が多いのは卓球だそうです。意外ですね。うん。また、開会式も楽しみですね、えー。パラといえば、ボッチャとか、ゴールゴール、ゴールボールとか、パラにしかない競技も、 いろいろあるから楽しみですね。ということですね。ボッツとかゴールボールって何だろう。はい。ということですね。うん。卓球が一番競技進行多いんですね。パラリンピックって。なるほど。はい。レモンミカンさん、こんにちは。えー、カブ君白いカラス、アルビノが釧路で撮影されました。 鳩ではない歩き方はカラスでした、えー。去年も一昨年も、一年に一話くらい、あちこちで高崎や東京や京都や新潟などで、白いカラスがいたみたいです。えー、春頃だったか、白いキジも撮影されていました。えー、そういえば、白い猿の群れが米沢市辺りにいましたね。えー、赤ガツの白い猿と呼ばれていますね。さまざまにいても、 え不思議ではないですね。人間も五色人といって、黒、白、赤、黄色、青といるそうですよ。青もいるんですね。え、はい、どういうことみたいですね。熊本って平日かな平立神社の伝説ということらしいですね。<laughs> うん。黒、白、赤、黄色はね、あります、赤赤赤は今知りましたね。赤と青は言うんですね。赤人。 なるほど。今知りました。はい、えー、カブさん、新宿露園で樹木にカブトムシが大量に発生をしているみたいですよ。私が見た写真では 9, 9匹いました。えー、新宿露園では、えー、害虫対策に、樹木に、えー、薬,薬剤を注入をしているみたいですけど、えー、それはカ,ナシカシナガっていう虫の、えー、対策のためだそうです。えー、カブトムシが集まっている時も 今後、伐採する可能性もあるあるそうですけど、えー、カブトムシは消えないでほしいですね、えーカブさん。カブトムシ、気になりますね。行ったんですよ、新宿土園そしたら、びっくり。あの、6月に行ったら、まあ、カブトムシはま,まだいなかったんですけど、えー、カナブンがいっぱいいて、いや、ほんとね、都心でこんなカナブンがいるって今、あんまりありませんからね。あの、くぬりの樹木がいっぱいありまして、あの、非常にこう、うん。 素晴らしい環境になってます。はい。うん。あのー、ちょっと伐採をしたりするのはもったいないので、ちょっと他の方法も考えてほしいですね。うん。ね、カブトムシはね、結構どこにでもいるんですよね、意外と。うん。はい。あ、そうそう。風がね、めっちゃ強かったです。昨日。うん。恐ろしかった、昨日。はい。 えー、レモンミカンさん、わー海が竜巻いてる、えー。軽いテントみたいなものは吹き飛ばされて、砂、え、も、ー、吹き飛んで、また今回は人手が多いからすごいサンドですね。いつも海風は吹いていますが、オースタラの海岸でこれほどの強風は珍しいですね。うん。株、え、く、ー、気をつけてね。そういえば、イタリアのシーリア島沖で、イギリスの富豪マイク・リンチ氏の、えー、クルーザーが強風でを転覆し、 リンチ氏を含める福人が行方不明ということらしいです。はい。ちょっとこれはどういうことでしょうか、ね、大変なことになってます。ちょっと今、ヨーロッパ中でかなり悲惨なことになってますね。うん。はい。ゆうさんどうもですね。カブンを運んです。見てきたよ。雨も風も怖い。え自然の脅威を事業に入れたらいいのにと思う。うん。見てる方がハラハラでしたね。カブコン分してよかったわ。 すばね、自然の脅威って、これや、ね、やり、授業でちょっとやると思いますけど、あんまり確かにやんないですね。そんなには確かに。うん。あの、災害を、まあ、避難訓練とかはね、やりますけど、もうすぐでかかってたち、防災の日ありますけどね。あのー、ね、もう授業であんまりやんない気がしますね、すえばね。うん。え、カむ君、日本は気のが暑くて、 富山県では連日35度以上あり、ビニールハウスの中ので農作業をしていた74歳の女性が倒れているのが、帰宅した家族によって発見されました。熱中症の可能性が高いそうです。 一人でいくつもビニールハウスの野菜の管理をしていたそうですね。74歳といえばまだ元気バリバリで、若い時から休むなんて考えない人がいます。現在の気温は変動してずっと高いんですが、年齢にも合わせてペースダウンをしてほしいんですが、元気やと気持ちでやるだけやっちゃう。いくら言っても聞いてくれない。何でも引き受けちゃう。無理してることに気がつかない。 まあ、それで私の両親も忙しくて、パタッと亡くなりました。行っても聞かなかったということですね。はい。うーん。ただ、昔は気温がね、やっぱ今に比べてそんなに高くなかったと思うんで、まあ、その感じずっとやってたら、あの、やっぱりガタッと来ちゃうんでしょうかね。結構、昔の方は、我慢強くてやり通しちゃうことがありますからね。うーん。 まあ、いいことではあるんだけど、ちょっと頑固な感じはあるのかなうん。よく言って、粘り強い、悪く言って頑固っていう感じですかね。はい。えっ、ー、と、空からさんおはようございます。今朝は曇っています。えー、本日8月25日は東京国際空港開港記念日です。えー、1931年8月25日に、東京国際空港、羽田空港が、えー、開業しました。えー、国際線、国内線問わず、 カブさんは、羽田空港を発着する航空便を利用したことはございますか、えー、ブルーッセル空港までの直行便は、現在、現状、羽田空港の発着の便はご存在しません。曇、え、り、ー、のチャーネル法で、予想最高気温は29度ということですね。あの、羽田空港は使ったことあります、確か。えっと、愛媛県に行ったときに使ったい記録がありますね。確か。うん。 ああ北海道に行った時も使った可能性あります。うん。はい、ということでした。ありがとう,ありがとうございます。